はい、お願いします。大量の VMware Horizon 仮想マシンに一括でユーザーを割り当てるツールっていうのですね、ずいぶん前に作ったので、ちょっと皆さんに共有したいというふうに思います。で、まあ、ちょっと自己紹介。ネットワールドっていう会社のソリューションアーキテクトで、エキスパートも2024を認定いただいております。まあ、趣味は、これもいいですね。はい。で、大量の VMware Horizon 仮想マシンに一括でユーザーを割り当てるツールっていうことなんですけど、まあ、どういうことかなっていうのをちょっと紐解いていくとですね、仮想デスクトップにユーザーをアサインする。まあ、管理コンソール使ってユーザーをアサインするっていうのは、皆さんや、EUC 携わったことある方なら、まあ、あれね、とか、わかると思うんですけど、まあ、こんな感じの管理コンソール。これは7でちょっと古いものですけど。はい。こういったツールを使ってやりますと。で、ユーザーの方だとあんまりないとは思うんですけど、検証だとかデモするときに新規作成で、まあ、大量に VDI 作ったときにですね、一気に操作するのって結構めんどくさくないですかっていうのはですね、SIer の方だとか、まあ、あるあるかなと思うんですけれども、まあ、そういったときに、便利に使えるんじゃないのかなっていうツールをちょっと作りましたので、ご紹介させてくださいと。で、これ GitHub のリポジトリにですね、さっき上げてあるんですけど、まあ、Excel のシートですよ、と。この GitHub のリンクですね。今回の、VExpert 語る会の、コンパスのページにももう GitHub のリンク貼ってありますので、ぜひですね、興味ある方はご覧いただきたいんですが、まあ、Excel のシートですと。で、この Excel のシートどういうふうに使うのかなっていうのをですね、ご紹介していくと、最終的にはですね、PowerCLI、PowerShell か。コマンドをですね、作るようなシートになってます。で、GitHub からダウンロードしてもらった Excel のファイルに、仮想マシン名とユーザー名、紐付けたいものをこう入力していただきますと。ここですね。まず、ユーザーの割り当て対象となる仮想マシンを、ここではネットワールド VDI01 から、ダーッと、オートフィルしてあるんですけど、まあ、こんな感じで入力していただくと。で、それに対して、紐付けたユーザー名も、割り当て、埋めていただくと。そうすると、ここに PowerCLI のコマンドが生成されますっていう感じですね。で、別にこれなんか難しいことをしてるわけではなくて、単にコンカチネートの文字列を連結してあるだけなんで、適当なフィールドとかメモ帳に、文字列として貼り付けをしてもらうと、使えるようになりますっていうような仕組みになってますという感じです。で、このスクリプトですね、文字列、テキスト貼り付けたら、まあ、こんな感じで、PowerCLI がインストールしてあって、Horizon 管理用のモジュールがインストールしてある環境から、実行すると、指定した通り、仮想マシンに対して、ユーザーが割り当てられるというようなですね、使い方ができますよということで、まあ、デモ環境なんかをですね、作るとき、これは僕がネットワールドで、GPU の検証を、なんというか、ワークショップするときに、作ったものなんですね。で、まあ、固定ユーザーで、参加者の方に使っていただくための環境を一気にこうやって作るためのものを、まあ、ちょっと今回公開させてもらったというような感じでございます。ということで、以上でご紹介終了となります。ご清聴ありがとうございました。